この動画で10秒以内に高評価できた人はスタイルが良くなります。闇の豪華に抱かれて眠れ。はい、どうも、最近チーズソースにハマってる男カイトです。とある日に侍ショート帰りにナチョスチーズソースを持ち帰りで奢ってあげた日にめちゃくちゃ食べたくなって、アマゾンで自分で買っていろんな食べ物にかけて美味しくいただいております。うますぎて無償に食べたくなる謎の中毒性あるからぜひ食べてみて。てことで今回ネットでバズった TikTok がツッコミどころ満載だった新作です。この動画が一瞬でもいいなと感じたら高評価の方だけよろしくお願いいたします。それではどうぞ。そうなんだ、失礼します。こちらお会計になります。はい、いくらだった？ああ、いよいよ、ここは俺に払わせて。今日楽しかったからお礼ってことで。いいの？すいません、ここカード使います。はい、ご利用いただけます。じゃあ支払い。びっくりした、何？カードで。お支払い方法は封印で。はい。支払い方法封印って何？いや、店員上級のアンデッドなんかい。旗から見たらただの食い逃げ犯。いいよ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 。本家のお菓子どっから入手した？口の中パサパサになりそうやな。今日発売、ホグワーツレガシー。全然移動距離進まねえな。体の震え方が生まれたての子じゃないよ。隠された本業を見つけとるやないかい。なんか線香の匂いしてきた。あそこのサラダバーにあるローストビーフが一番美味しいんだよ。そうなんだ。でもすごい行列だね。ちょっと待ちそう。上等だこれ。え？本気で使おう。進化したナイフとフォークを。え、何する気？フライングフォーク。待って、嘘でしょ、やだ。巨大 BB コーンもスパッといけそう。何巨大 BB コーンって何？ナイフナイフ。嘘でしょ、ねえやめて、もう危ないから。ただナイフ投げてるだけじゃんそれ。トリコのグリーンパーツ戦を完全再現。刺さる層にはめちゃくちゃ刺さる面白ネタ。残っておるものは何じゃ。ルフィ、こんなとこで遊んでんじゃねえ、修行の邪魔だ。ルフィ、急いでみんなを持ち場につけるんだよ。おー、ルフィ、コーラエンジンは今日も絶好調。ルフィ、仲間がいるよ。もうほぼキザルの思い出や記憶の大半以上が自然にすり替わってるな。巨人からって生で歌おう。ラディカルビーム。あらやだ、ベタベタするわ。みんな、やっと会えたね。おお、ブルーレイ、あんたいるんでしょ。鏡入れて。あぶれ、レディーに怪我を負わせるわけにはいかねえ。ブランキーはただのボンクレイじゃ。ゾロの歌はめっちゃ特徴捉えてたな。あわたりも確かに見て取った。あれほどまでに精巧な死体の人形を作ってまで身を隠そうとしたのなら、雑種風情。僕はまだ15だし、俺と当たったのが運の尽きだ。いいね。いや、生かしておくのは袋ってやつだけでいい。一旦捕らえる。ダドンと崩壊するでござるよ。石川キラー確かに霞柱やってそう。赤座がどの声優になるか気になりますね。いや、一人だけチョコプラの松尾の一個、盛大にネタ枠広げてやってるな。余裕のない石田明さん、すごくいいですよね。もう牛太郎からそうだったんですけど、牛太郎だあの牛太郎からそうだったんですけれども。アナザーさんオタク化しとる。確かに余裕のない石田明さん見たいわ。どんだけ敵の数おんねん。プリキュアオールスターズフル出勤じゃん。今日はお寿司レーンに並ぶのでキッチンにあるものを使って着替えていきたいと思います。トップスはサーモン。この油の乗り方が美しい。アウターはマヨネーズ、すごく美味しい。それではレーンに行ってきます。うわあらあらあわ。寿司をファッションコーディネートする表現力、公式のやること可愛いな。ジャイアンのバーガー、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 ジャイアンのバーガー。シンセサイザーの時の癖すげえな。バーガーの時の上がり具合がカメハメハ。
よほほほほほほ。ついに感情がジェルマになっとる。これにはコク川崎もびっくりだね。勇気 100%。 がっかりしてメソメソしてどうしたんだい、私は呼んだいよみたいに笑う。君はどこだい、二体だい二体だい。が辛い時はいつだってそばにいるから、私はうどん派。会社どころか全世界に発信しとるやないかい。二体大二体大の時のテンポ感神かよ。これはおそらくエイサー小説。ある意味あったかもしれないもう一つのパンクハザード性。若干半切れでこれ謝ってるだろう。溢れ出るニャンチューが言ってるか。今年超話題のアニメチェーンソーマンのゲームがヤバすぎた。第1話から絶大なる人気と反響を呼んでいるチェーンソーマンなんだけど、このゲームをダウンロードしてプレイしてみたので、その映像をお届けします。映像まで。画面がもうスプラッターハウス。誰かピクセルの悪魔呼んできて。だからの脳を利用、64GB 程度の情報を書き込める。USB デバイスが未来すぎる。もちろん、これはメガ強だったの。絶対小宝の下の部分いらなかったよね。宇宙人がそのうち人間の脳みそで同じことしそう。お嬢の真顔でダブルピースやめ。ほとんど違和感ないクオリティの高さ。どんな失恋の仕方したらこうなんねん。野々村議員がシンデレラボーイ歌ってみたバージョン。ワンツースリーフォーテキーラで乾杯。ドスなんて知らない。でもでも肝臓心配、そんなの関係ない。ロップバリア月曜日と言いながらしっかり持ってるのウーロン茶。いやー今日俺ハンバーガー1個でマジで勘弁してください。ジンとはもうこんだけで勘弁してください。マジでもはやアコーディオンの長さあるだ。こんだけで勘弁しないやついないだろ。参照振らされてる感半端ないな。こちら僕が侍将軍に誕生日でプレゼントしたやつっすね。え？飼ってる犬が五条先生と同じ説。早くその封印解かなきゃ。いやどこにぶつけとんねん。これ一週間ぶりにだ。ハム太郎、ハム太郎、ハム太郎が出てきた時の絶望感半端ない。飼育の際に餌あげすぎたんかな。うわスロー再生で見たら7発は入れてたわ。壁打ちマスタージローはネーミングセンスあるな。見た目がほぼ密かですね。逆にこっちが食われそうなんだけど。スズメさん、水だ、急がないと。こんなソータはカエル化現象を起こすわ。あと声が最初の方谷山気象にしか聞こえん。これ周りでいたら腹筋崩壊するて。隣のやつも同じことしたら目合うや。一緒になってポケモンバトルで頑張ったことまで、そんな思い出の結晶がモンスターボールなんだ。お前らに見えたね。たけしだけガチトーンやないかい。一人だけ重くとブチギレとる。すずめさん、すずめさん、そいつに似たもんだから俺が本当だよ。いや逆にお前が誰で。周りは振り向くけどスズメさんだけは振り向いてくれない悲しさ。見た目がしつけ中の犬だね。一言喋ったら絶対に口に見えるね。200万200万。今日言いなさい。 197cm。 母親を何度か言いなさい。ママ
合コンに行ってきました。秋間理想高すぎんだろ。なんとしてもママ呼びは許せないんだね。いや、マックのヨーグルトうまっ。うまい。そらくん、そんなことしたら私帰るかが止まらなくなっちゃう。いや、そういう意味じゃないのよ。だから戦術には気をつけろって言ったじゃん。後ろの人ほぼ巻き込まれ事故。いつもお金を貸してくれてありがとう。借金まみれの僕を好きになってくれてありがとう。あいつらが後ろでハイエナしてる。僕が席を立ったら一回転で当てられちゃう気がする。2万円貸して。こいつ、これほどまでにベカ立ちをしていたというのに、このバチンカスめ。後ろでベカ立ちしてるゲトの姿シュールすぎだろ。借金を押し付けたジロクの強制解放だと。切る前の顔が男梅。結局アンパンマンはつぶあんだったのね。トリュフは QR コード読み込みできないと知る。チャレンジ精神大事よね。トリュフもローランド様に見られて焦ったんやろうな。可愛い女の子の男の落とし方。男を落とすときって顎を引いて、こうやって上目遣いて、軽く重心を落としてから、目ん玉ひんむいたまんま首ねじりながらビーム出す。いや、変な夢に出てくるて、ハギーワギーを彷彿とさせたわ。すごいお茶買ったんすけど、なにこれ、ダッサー、これ誰がつけるの。やっぱりしれっと端に映ってるな。こういうのインスタのストーリーで大体上がってるよね。トーマスの概念ぶち壊すな。俺が金魚だったら大号泣してるね。友達やめようと思った。ネイルって言葉の意味再確認したい。次回自分がネイルした時何握るかプレッシャーやばいな。返すから。いや、先越したらあかんから。忍者にもプライドあったか。なんだもう朝かと、一人ごつまぬりぬりやんだ雨。いや、ギリ本編でやってそうな展開。チーカーは無事お清めされたか。さあ、闇のゲームの始まりだぜ。いよいよ事務戦、駆逐してやる。今のうちにほざいてな、闇に葬られる前によ。みんなもポケモンゲットだぜ。ガチガチにエレンと闇枕いたな。そんなワクワクする予告ないわ。よし、このコンビニで晩飯でも買って帰るか。あれ、なにこれ、なんでこの自動ドア開かないの。開いた開いた。え、なにこれ、なにこの自動ドア壊れてる。ユニコーン。パチンカスしか興奮せんわ。しかも結局ドア閉まってるしな。はい、じゃあ最後にね、ちゃんと名前書いてあるか確認しろよ。うわ、最悪、名前書き忘れた。またあいつ呼ばなきゃいけないのかよ。ドルデンドー、てめえぶっ殺すぞ。カッター、なんでまたカッターなんだよ。せめてかけるもん出せよ。出せ、早く。ドルデン1。お、1なんで1。じゃあ、ハサミ。おい、てめえ、なんで数ある中でクレイジースロットやねん。誰か海上保安庁に通報お願いします。おう、おう、お前は食パンマン。人の女を横取りするのか、アンパンマン。君がバイキンマンと戦っている間、彼女がどんな思いで君の帰りを待っていたか、どれだけの涙を流したか、君は知らないだろう。そうさ、私はいつも君が羨ましかった。経済力、容姿、頭脳、なぜなぜ彼女は君を選ぶのか。てか、よく見たら食パンマンにリアルな耳あるんだが。アンパンマン、乗れよ、ふっかふかだぜ。いいや、俺に乗れよ。この野郎、この野郎、全くもう、これだから男の子って、この野郎。いや、喧嘩の仕方がトランスフォーマー。子供に絶対見せたくないアンパンマン。同じ、はい、バナジか。はい、バナジ、惜しかったね。うーわ、終わった。うわ、びっくりした。見せてもらおうか。え、何？新しいガンダムの性能とやらを。あ、嘘でしょ？マジで？マジ？ユニコーン！よっしゃー！でけえ！マジででけえ！取った！いや、経験したことないわ。もうユニコーン言いたいだけだろ。今日は何をしようかな。
チリフチの民大歓喜。マキマさんはそんな銃なんか撃たない。いや、スネ夫が10分耐久動画だね。もしかしたら助けを求めているのかもしれない。あ、すいません、ピッピのシリアルコール欲しいんですけど、はい、あれやるんすか。兄さん、もうやり方知ってます。もう見ました。あ、見ました。やります、はい、はい、せーの、ピッ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 。はい、ありがとうございます。もういいですか。もういいです。あ、よかった。男性2人のピッピは奇抜だな。一瞬ヘズマリーを思い出したわ。すげえ、すげえな。怖いな。あともうちょっとてっぺんだよ。あのさ、明日の課題ってやった。いや、後ろに落ちるんかい。しかもよりにもよってスチールドラゴンなのね。せーの、ある意味誕生日になってるね。本人感情が追いついてないもん。会社にいたカラスの鳴き声が完全にパワー。だいぶ優しめのパワー。思った以上にはっきりパワー言ってるな。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、コーンを乗せてね。グイーン、唐突のセリフ効果音。ここの効果音自分で言うんだ。やっ、やっほー、ゴー。いや、迷いなく入ってくな。